どうもバナナマンです。東京ゼロさんです。せーの、ハンドメイドワークスです。はい、ということで、はいはいはい、ハンドメイドワークスって何ですか、はい、サトシ。ハンドメイドワークスというのはバナナマンさんと東京ゼロさんのコントユニットです。はい、はい、さあこれ、はい、手に持って何ですか、豊本さん。はい、そのハンドメイドワークスの、舞台を収録しました DVD でございます。はい、はい、それいつやったんですか、川北さん。それはですね、あの2013年の3月の終わり頃にやりました。それですね、はい、終わり頃終わり頃ちゃんとしてきてじゃね。日村さん、気持ちいい場所はどこですか。基本的には下半身ですね。なんでそれ聞いたんだ。関係ねえだろ。これいつ発売ですか。これは8月の7日です。7日です。バナナの日。そう、そう、ね、はい、そうだですよね。はい、すごいね、うん、これ発売します。はいはい、あのライブの模様を、余すことなく、うん、収録する、ね、はい、ということなんですね。はい、チケットが手に入らない、見られないライブということでね。もう誰も見てないライブなんです。誰もってことはないんですけど、ながらの中でやったんですよ、僕ら。チケット板に1秒で売れたんでしょ、チケットが。1秒、1秒で売れた。どういうことなんですか、1秒。言ってたじゃん、取材中に。言ってましたけど。1秒でも全部くださいっていう人がいたんじゃないですか。ああ、1秒だ。なんで売っちゃったんだよ、そいつに。その人、すげえ、わけわかんねえな、その人。じゃあ、豊本さん、はい、見どころ。はい、あのもう全員あの出てますんで、あの何だその見どころ。出てたり分けること考えることが全員出てますんで、ね、はい、当たり前でしょ。ねえ、かくちゃん、はい、ハプニング、ハプニング、僕今日来るときにズボン破けましたね。そう、今のライブの話して、今のハプニングね。まあいろいろ、あの破けちゃったんですよ、僕来るときに。やばい、金玉が出ちゃった。さらにいっちゃって、今バチンと落としたらいいの。これ帰りどうしよう。電車で帰るんでしょ。電車で帰る。座ってたらさ、見えるもんなの、それ。これやばい、座ってれば見える。座ってたら見えるの。こうなっちゃう。見えてるね。やばい、後ろ大丈夫。後ろは大丈夫。あー、でも結構行ってる、ここだもん。どれ見せて、見せて、ちゃんと見せて。ちょっと、あ、これでもここだったら。いやー、ちょっと、ちょっと、もう座んなよ、バレちゃうぐらいの範囲になっちゃいますか。それから座ったらもうやばいですよ。いや、これ捕まるよ、本当に。これさすがに捕まるよ。太陽のマンゴーみたいな。これはやばいわ、ね、マジでこれ立って帰った方がいいね。これはやばいね。捕まっちゃう。だいぶ面白いですからね。だいぶ面白いですからね、じゃないということで、はい、これぜひぜひね。あとイベントも、はい、発売イベントが決まってるそうです。はい、9月の13日、おうおう、場所は東京ドームで。なんでだ、すげえ、これイベントやめるんだ。そもそも東京ドームじゃないでしょ。ドイツ村。なんでだよ。なんでそんな千葉の千葉のいいところ。千葉のいいところ広いんですよね。あ、なるほど。え、何？まだだって。なんだこれ。決まってない場所は。え、なるほど。あれ、9月13日も。は OK。 9月13日に、はい、どこかしらでやります。なるほど。今ね、覚えたりね。多分まあこういうのを発売してるところでやるんじゃないですか。うんうん、なるほど。まあ、そうだよね。はい、ということで、はい、ぜひぜひこれ、はい、お買い求めください。お願いします。お願いします。ワン、ツー、スリー、エン。なんか超嬉しそう。ほら、OK。 私がプリンナンピンですよ。誰か助けてください。連絡ください。お願いします。警察から連絡来ました。一度きりの人生さ、俺が決める道だ。休みの日にやる。ふざけんな。